動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今外がすごい、風はないけど雨がすごいですね。やっぱこれ台風なんでしょうね。徐々に台風のあれが目が近づいてきてんのかなっていう、そんな感じがしておりますので、まあなんかしとかないといけないなと思いますよ。で、昨日言いましたけど、カセットコンロとかそういうガス系のやつがなくなってるから、まあ、電気が止まったら何も食えないなと思って、一応ねうちにピッカラと、プリッツがあるので、まあ、これでしのいでいこうかなと。もしね、非常食としてお菓子あんまり食べないけど、一応そのためにお菓子を買っておこうっていうのと、まあ、電気がついてるうち、つくうちにご飯を少し炊いといておにぎりにして1日乗り切れるようにっていうことでやっとこうかなと思って、あとね、冷蔵庫がもし電気止まって使えなくなったら中のもん全部ダメになっちゃうじゃないですか。だからまあ少しでも消耗するためにお味噌汁なんか作っちゃおうかなっていう、そういう感じですね。お味噌汁作って置いときゃまあ飲めるしさ、冷たいかもしれないけど飲めるから、飲めりゃいいですから、そういう感じでちょっと対策をしておこうかななんて思っておりますよ。はい、そんな感じでございます。今日はまあ動物の話というよりも、動物と人間、台風の時にどうするべきかという話をしたいと思います。まあ、先に言っときますと、台風もしやばいって思った時は避難をしなきゃいけないわけなんですけども、その時にペットがいる家庭の人たちっていうのはどうすればいいのかっていうことをお話ししたいと思います。これはフラウっていう、まあ、情報サイトに載ってることなんですけども、台風被害、ペットと一緒に避難するを現実にするための具体的な方法ということで、まあ、ペットが一緒にいる家庭っていうのはなかなか避難がしづらいっていう現状があるわけですね。っていうか、まあそのやっぱりペットがいるっていうことで周りのことも考えたりすると、まあ置いていけないし、じゃあ避難しない方がいいよねってなって、避難せずにそのまま被災してしまうっていう、そういう方々もいらっしゃるんですけども、以前渋谷区で起きたケース、まあ、渋谷区の対応が非常に良かったということで例が挙げられてるんですけども、渋谷区のペット同行避難の対応が非常にスムーズだったということで、まず、犬と一緒に避難した人がいるんですけども、その人は渋谷区のホームページを開くと、ペットも家族なので一緒に避難するようにっていうことで避難所のリストが掲載されていて、で、事前に電話を問い合わせをして、で最寄りの小学校に、行って、で連れて行くにあたってどうすればいいのかっていうことなんですけども、これケージに入れていただければペットも大丈夫ですなんだけども、ケージを持ってなかったで、キャリーバッグしかないって伝えたら、キャリーバッグでも問題ないですよということで避難を決意できたと。で、実際学校に到着するとペットがいる人は理科室に行ってくださいということで、ペットがいる人といない人で部屋が分けられていたわけですね。で、そこであのマットを貸してもらって、夜の理科室、ちょっと面白いよね、夜の理科室で、ペットと一緒に寝るっていう、そういう体験をしたらしいんですけども、まあでもやっぱり自宅の中でどうなるかわからない自宅よりも、そういう意味で言うと安心して過ごすことができたということで、避難所のスタッフの方がとても親切で、自宅に被害はなかったものを思い切って避難してよかったというふうに、言われてるわけですね。やっぱりこういう行政の対応だったりとかっていうのも、ペットだったりとか動物のことを考えるとやっぱりそういう対応を含めてホームページに掲載したりとか対応していかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはまず一つありますね。それによってペットと暮らしている飼い主の人が迅速に避難することができるっていうのが、まあ一つこういう新しく避難を促すっていうことについては重要なことになってくるんじゃないかなと僕は思っております。まあ、ただ国もペットの同行避難っていうのを進めていますけども、現実としては、まあ、避難所には猫アレルギーの人もいるかもしれないとか、犬が騒ぐと迷惑かもしれないからっていうことで、実際それで避難が遅れてっていう方は、まあ、今さっき言った通りいらっしゃるみたいなんですよね。で、まあ、避難所の方としても居場所、動物たちの居場所っていうのは、まあ、国がそうやって基本的に同行避難を認めてるからっていうことで指定はしてるんですけども、どの程度の人が動物を連れてくるかがわからないので、ちょっとまあその辺は不安ですねっていうふうに避難所の校長先生はおっしゃってるらしいです。なので、まあ、こういうのっていうのは共有しておかないと本来はいけないです。昔だったらば
田舎あまりそんなに人はいないから、ここの何々ちゃん家の何々くんねっつって犬の名前を地域で共有したりとか、周辺の近所の人たちが把握してたりするわけなんですけども、今って多分そういうことはないですよね。なのでペットがいる世帯だっていうことを地域に共有することができれば、避難所への誘導とか、まあ、そういうのも楽になるんじゃないかなっていうふうに書いてますね。なので自治体が行っている避難訓練、まあ、結構行っているんですけども、そういうのにあえてペット同伴で参加してみるっていうのもいいんじゃないのかっていうふうに、記事には書いてますね。だからそうですよね、避難訓練の時に人間のことだけ考えてたら、あ、犬連れてくる人が来たってなったら、あ、じゃあその対策しないといけないよねってなるじゃないですか。だから前もってペットと暮らしてる人もそういうのに積極的に参加、一緒にね、家族だったら参加していくっていうのが、まあ、自分の身だったりとか、その家族であるペットを守ることにつながっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。ただしやっぱり避難所の中では飼い主のマナーっていうのをしっかりしておかないといけないわけですね。でケージの中に基本的にはやっぱり避難所だと暮らしてもらわないといけないわけなんですけども、こういう時にケージの中に入ることに慣れてない子だとすごいこう焦ったりとか、ワンワン吠えたりとか、いろいろなんかイレギュラーな行動をしちゃうわけですよ。でそれで部屋が汚れたりとか、周りに迷惑かけたりっていうことになるかもしれませんから、日頃からそういったしつけ、まあ、排尿とか、排泄物のしつけだったりとか、そういうケージの中に入れるしつけだったりっていうのはしておかないといけませんよっていうふうに書いております。まあやっぱり大切な家族だから、そういうお互いに我慢をするっていうことの練習はお互いにやっとかないといけないよねっていう、そんな感じでございます。まあ、ただやっぱりまだまだペットと一緒に避難するっていう、いろいろな災害を経験している日本でございますけども、これからやっぱりペットと一緒に逃げるっていうことも考えながら行動しておかないといけないわけでございますから、災害が起きた、だからこの子とはもう一緒に入れません、さようならっていうことにならないように、飼い主がちゃんと責任を持って、動物は自分たちで避難することできませんから、飼い主がちゃんと責任を持ってそういうことを調べて、前もって参加したり積極的に参加することによってお互いを守らないといけないっていうことだと僕は思いますので、今は九州でそういう被害が出てますけども、その間とかにね、自分たちの地域でもこういうことが起きた時にどう対応するべきなのかっていうのを考えておいていただければいいんじゃないかなと思っております。ということで今日はそんな動物と人間の避難のお話でございます。